仕事しろよ。怪しいな。三つ子も指名の誤りとはよく言う。バカな依頼人。女か。ソラ京一郎、お見えのようだぞ。いらっしゃい。すみません、こちらに相良さんという方がいらっしゃってると思うのですけど。あいつだよ。はじめまして、探偵さん。斡旋事務所の笹倉さんに仲介をお願いしたものです。私のことはミヤと呼んでください。エスプレッソはないのかしら。京一郎、店内では静かにしてくれ。え？何のことかしら。ごめんなさい、何のことかわからないわ。この男の言うことは気にしないでください。
いつものナンパの手口ですから。じゃあ私は相良さんのお眼鏡にかなったってことなのかしら。いらっしゃい。なるべく静かにやろう。京一郎、何やってんの？犯罪だよ。だって京一郎が女の人と一緒にいるんだよ。犯罪じゃん。ナンパしてるんだよ。お姉さんお姉さん、こいつはダメだよ。ろくなやつじゃないんだよ。あら、そうなの？彼、結構かっこいいじゃない。私は好みのタイプよ。お前が引っ込め。窓か、マイコ。いいのよ、可愛い女の子たちじゃない。やきもち焼いてるのよ、きっと。そう、この娘を探してほしいの。報酬は霧のいいところで500万。条件によってはもっと上乗せするけど、どうかしら。言えないわ。いい男に嘘はつかないことにしているの。カモ、コトコよ。
一郎が何か考えてるよ。きっとろくなことがないね。うんうん、嫌な予感がするよ。勘違い露出系父デカ女に騙されちゃってさ。しょうがないよ、京一郎は本能だけだもん。よく探偵が務まるよね。務まってないじゃん。あ、そっか。きっとなんとか食いつないでるのも三つ子さんのお情けだよ。あの依頼人なんて言うの？ミヤだって。名字は名乗らないの。うわ、怪しい。京一郎、その仕事とやらに差し支えるから、その辺にしておけ。調子に乗るんだから。相良のドラ息子とはこいつのことです。伊達さん、なんで教室に駆け出すんですか？売るほどあるからな。それは買う人に出してください。うん、一理ある。甘いんですよ。こいつは甘やかしちゃダメなんです。お前たちが無知だからな。俺は飴なんだろ。旦那、こいつに飴なんていりません。与えた飴が甘いとは限らんさ。何にせよ、飴を与えるならせめて借金くらい返せるようになってからですよ。いや、寝言だ。まあ、泥船に乗ったつもりでいようじゃないか。
京一郎か。これ食ってさっさと仕事してこい。とっとと報酬もらってここのツケを払え。ついでにこの朝食もツケにしてあるからな。簡単なもの作ってやったくらいで料理がうまいとか言われても信じないからな。な、お前、意味が分かっていてるのか？